皆さん、本当にありがとうございます。今日は皆様へのお礼の気持ちで動画を作らせてもらいました。チャンネル登録者が100人を超えました。こんなチャンネルですが、こうして見てくださる人がいて、チャンネル登録をしてくださる方がいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。動画を作るのは大変ですけど、結構楽しんで作っています。いろいろと調べて、自分の言葉で文章にするのは、とても面白くて楽しい作業です。ところで、子供向けチャンネルは、今後あまり収益が望めないという話を聞きました。でも、やっぱり子供さんに見てもらって喜んでもらいたいので、これからも、子供向け動画として作っていきたいと思います。今はパワーポイントでのスライド動画ですが、フィモーラでの動画編集もできるようになりたいと思っています。フィモーラという動画編集ソフトは初心者向けの簡単なものらしいですが、正直言って私は何がどうなっているのかちんぷんかんぷんです。どこから手をつけたらいいんだろうといった気持ちです。でも気長に覚えていきたいと思います。いずれは音声に合わせて口をパクパク動かすような動画もつけれるようになりたいと思っています。スライド動画も収益化されにくいとのことですので、やはりきちんとした編集技術をつけたいと思います。収益されることができたとしたら、一部は何か社会の役に立つように還元したいなって考えています。まあ、病気の子供とか、まあ、いろんな、まあ、そうした誰かのために、みたいな。自分の目標は、まず編集技術を磨くこと、登録者1000人を達成して収益化されること、そして、いつかこのハテナくんの内容が出版化され、書籍としてベストセラーになることです。全国の書店の子供向けコーナーにベストセラー本として平積みされたりしたら嬉しいなって思ってます。これからも、ハテナくんのどうして動画、どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。